彼氏いるんですか?あ、行った!しかもあっさり!彼氏?うん、いるぞ。 この私に断りもなく、アマネちゃんとお付き合いしてる不届き者は!やっぱり、職場で出会ったんですか?あれ、どういうことですか?もしかして、今日ここへ来る前にもう告白されたとか! 今日? うん? 違うぞ? じゃあ、いつからそんな関係に? 去年の夏からだ。 嘘! じゃあ何? 私らに隠れてお付き合いしてたってこと? お、大人の関係だ… でも、とてもそんな風には見えなかったんですけど。 葵さんのあれは、演技? いやいやいや、そんなはずないわ! だって、葵くんは… 振られたって言ってたもん… どういうことなのか… 順を追って説明してもらってもよろしいでしょうか? うん、いいぞ。 去年の夏休みの最後の日、 葵くんに言われたんだ。 好きだと。 それで私はこう答えたんだ。 うん、わかったって。 はあ、それで? ん? それだけだが。 その後、1年間会ってなかったですよね? それとも、こっそり連絡を取り合ってたんでしょうか? この前、久しぶりに会ったぞ。 難解すぎて、私ついてけそうにないです。 っていうか、それ、付き合ってないんじゃ。 そうよね。 そうなるわよね。 てか、葵は、 振られたって思ってるんじゃ。 え?うん、うん。どうしてだ? だって、私は好きだと言われて、 それを肯定的に受け入れたんだぞ。 いや、そうなんだけど。 好きに対してイエスと答えれば、関係成立ではないのか? でも、その後会ってないんじゃ。 お付き合いしていることにはならないんじゃ。 なら、どういう状況を指してお付き合いをしているというのだろうか? そりゃ、しょっちゅう会ったり、電話したり、 そういう関係を言うじゃない? なんだ、なら今はお付き合いしているじゃないか。 脅かさないでくれ。 いやいやいや、違いますから! 学校で毎日顔を合わせるとかじゃないですから! それだとクラス全員が付き合ってることになってしまいかねないわね。 難しいぞ。 じゃあ、どうすればいいんだ? だから、わかるでしょ? そのくらい… わからないから聞いているのだが… どう説明したらいいんだろう… あのね、アマネちゃん。 少なくとも、葵くんはそうは思っていないわよ。 そうなのか? あ、違う違う! 葵くんがアマネちゃんのこと好きじゃないって意味じゃなくて!
なんだか頭が混乱してきたぞ。みんな賢いな。経験豊富なんだな。誰か、経験ある人いる？はあ、ここ。というわけで、特別ゲストをお呼びしました。どうしたの？あのね、アマネちゃんがね、なるほど。さあ、説明してやってちょうだい。望月先輩。なんだろう。非常に言いづらいんですが、それはお付き合いしているとは言いません。なんだって？ズバリ、それは望月先輩の脳内設定であって、客観的事実に基づくとこうなります。葵くんが勇気を出して告白した。しかし望月先輩は学校を去ることを理由に、気持ちは受け入れつつも彼を振った。葵くんは憧れの先輩への思いを今も胸に秘め、けなげにも遠巻きに眺めて暮らしている。うんうん、さすがカナダわ。とってもわかりやすい。そうだったのか。どうしよう、私はずっと自分に彼氏がいるものと思ってて、ラボの同僚にもそう説明していたんだ。何度か交際を申し込まれたこともあったんだが、葵くんがいるからとみんな断ってしまったぞ。それはナイスです。前代未聞の大ボケだけど、ファインプレーだわ。けどそれ、エア彼氏を自慢していたようなもので、バレるとだいぶ恥ずかしいわね。エア彼氏では、どういう状況をお付き合いしているというのだろうか。電話したり、メールしたり、デートしたりってのもありますが、もっと簡単な定義があると思います。それは、お互いが付き合っていると認識していることです。おお、なるほど。アマネちゃんの場合、ただの独りよがりだったと。葵も災難ね。1年間勘違いで片思いさせられてたなんて。では私はどうすればいいんだろうか。教えてもらえないか。その前に聞きますけど、望月先輩は
葵くんのこと好きなんですか？どうなの？好きだぞ。それは男の子として？うん、多分。なんで自信なさげなのよ！だって経験のないことだからよくわからないんだ。それでもお付き合いはしたいと。となるとちゃんとその気持ちを伝えて、あとは葵くんがどう返事をするかですね。けどお付き合いがどういうものかも分かってないアマネちゃんだと激しく心配だわ。また信じられないような大ボケをかましてくれそうだよね。自分でも心配だぞ。ネットで探せば恋愛についてレクチャーしてくれてるサイトとか出てくるから、そこで勉強してみては。あ、そんなのがあるのか。よし、早速探してみよう。食べてさっきよりも太ったんじゃん。腕がプルプルします。落とさないでよ、命に関わるわよ。アマネちゃん、早速チャンス到来よ。ファイトです、先輩。あのね、葵くん、どうやら私は大変な誤解をしていたようなんだ。つまりだな、私はその